ちょうど明治2年から令和元年で150年で、今年おかげさまで150年迎えられましたということでございます。正直ね、話すと恥ずかしい話だけど、今日は誰も来なかったねっていう日がたまにありますよね、最近。うん、本当はそんな日があっちゃいけないんだけど、我々はおじさんの仕事、ほんで美容はかっこいい仕事っていう、そういう位置づけが庶民の間に浸透しちゃって、ダサい仕事で、向こうはかっこいい仕事で、それで選別されたみたいな感じで、どんどん人気が落ちていっちゃって、言葉を悪く言いますとダサいと取られる部分が強いんです。ですからそこのところを打破しなければ、やっぱり華やかさも取り入れて将来性はあるよっていうものを作っていかなければ伸びないだろうと思いますが、基本的には利用と美容の後継者の問題の多い少ないは、これは華やかさだろうと思うんですよ。剃ってもシャンプーしても、うわー気持ちがいいとも瞬間的に思うのはですね、これはもう生理解剖学的にしっかりと説明ができる部分があるんです。でこれがこればっかしに集中していたために、華やかさが私は欠けたと思ってるんです。まあ、スタイルのある、自分たちのこだわりが分かるような空間だったりとか、スタッフだったりとかになってると思うんですけど、まあ、一番の違いっていうのはやっぱこうよりスタッフが日常で、お客さんの日常の身だしなみをこうきれいにする、なんていうんですか、サービスを提供してるっていうところが一番違うのかなと思います。そこはなんかその髪型から見た目からライフスタイルから男らしくあるべきっていうのをこう作る場っていうのがやっぱ一番僕らの こだわってるところというか、まあ、人生教育も含めてやっぱりかっこいい男たちを僕らが作っていくっていうこだわりですかね。もともと、うちの店が米軍キャンプの中にもお店をやっておりまして、そちらで働いていた職人さんがうちの方で就職されて、その一人の方が、ちょうどアフリカ系の方がお客さんまで来られた時にやって差し上げた技術がとても好評で、そこから口コミでどんどん広がっていったということはあります。人によってなんですが、アフリカ系の方ですと髪の毛が硬くて、そしてカールが強いというあたりで、どうしても切るときに気をつけないと、また生え方にいろいろとあっち向いたりこっち向いてたりというんで、それを同じ長さに切っていくというところに 気をつけながらやっています。結局そういった方たちが増えても、そういった方たちを受け入れられる床屋さんというか、そういった場所がとても不足しているのではないかなということを感じておりまして、そういったことをちゃんと施術ができる技術者がこれからどんどん増えていく、いった方がそういったお客様のニーズに応えられるようになるんじゃないのかなというところは思っております。